平気です、バルキリーですし、こんな温度は慣れて。果てしない時空を越え、ようやく星は私たちと出会えた。疑似重力システム動作正常、浮上コイルによる磁場の誤差 0.3% 以下、点検終了。疑似重力システム間もなくシャットダウン。はあ、どうやらまた実験事故が起こらない一日になりそうだね。所長、それは良いことです。残念がらないでください。でもすごく退屈だよ。この定期点検ってずっとやり続ける必要があるのかな？すべては所長、並びにスタッフ全員の安全で効率の良い作業環境を維持するためです。次は空気循環システムを点検します。ああ、少し待ってて。すぐにすっぽんぽんになるから。所長、言葉遣いには気をつけてください。ん？僕はちゃんと点検に協力してるよ。万が一空気循環システムに宇宙人が入り込んだら、それが皮膚に影響したりしないか知っておく必要があるからね。必要ありません。我々の探知システムを信用してください。チュッ、つまんないの。ちゃんと座ってください。点検にそう時間はかかりませんから。本日予定されていた人造植民衛星兼科学研究観察所オアシスの定期点検はすべて完了しました。すべて正常です。所長。やったねー。やっと今日の仕事を始められるんだ。所長、やる気を出してください。その振る舞いは部下たちのモチベーションを 32% 低下させてしまいます。そのデータは絶対にデタラメだよね。とにかくリーダーらしい行動をとってください。何せ我々は、オアシスはこの星の運命を背負っているのですから。道のりがどれほど辛いものでも失敗は許されません。間違っていませんよね。君の言う通りだよ。よし、今日も元気を出して仕事をするか。管理人、僕特製のエナジードリンクを持ってきて。ご安心ください、すでに用意してあります。ああ、それなら出発しよう。まずは居住区に降りて、素晴らしいスタッフたちがちゃんと仕事をしているかどうかを見てみよう。問題ありません。 99% の研究員は所長よりも勤勉で能動的です。ここは今日も賑やかだね。管理人、僕たちに一番近いのはどの研究員の家かな？ノートン博士です。それじゃあ先にノートン博士に会いに行こう。
また誰かが自分のペットの面倒を見れてないみたいだね。やっぱり職場にペットを連れてくるのを簡単に許可すべきじゃなかったな。仕方がない。ピエロ、このやんちゃな子たちを黙らせて。新炎獣がすべて駆除されました。よくやったピエロ、早くノートンのところへ行こう。やあノートン、今日はどんな感じ？ノートン博士の言語モジュールに問題が発生しているみたいです。少々お待ちください。星砕けた、たくさん星。おはようございます所長。言語モジュール修復完了。おはようございますノートン博士。ああ、我が親愛なるノートン。いくら忙しくても、自分の面倒ぐらいはちゃんと見てもらわないと。僕たちが通りかかってなかったら、君は数日も誰かと会話できずにいたじゃないか。はい、本当にありがとうございました、所長。でも、そこまで仕事熱心なら、きっと進捗はかなりのものだよね。はい、所長。ご覧ください、所長。彼が指し示す方向を僕が見てみると、そこには、皮膚地の出っ張った巣穴があった。皮膚地は僕たちの故郷、惑星プルシャにある、ごく一般的な小型の昆虫だ。ノートンってば、一体何を見せようとしているの？この子たちです。ノートン博士は、ここにいる皮膚地のことを言っているみたいです。その通りです。どうぞご覧ください。そう言いながらノートンはその気持ちの悪い機械の体から冷却管を一本取り出して、子供が遊ぶ水鉄砲みたいに少しの冷却液を皮膚地の巣穴に注入した。ご覧ください。僕は仕方なくこのアホの希望に沿ってじっくりと観察してみた。冷却液によって突如家が水没した皮膚地たちは、まるで大きな災害にあったかのように予期した通りに混乱し始める。一部の虫は慌ててこの壊滅的な洪水から逃げようとしているが、仲間と家を捨てきれず巣穴の入り口付近でうろうろしている。逃げ遅れた虫はもう死体になって液体に流されるがままに旋回していた。それは徐々に入り口付近に詰まり、仲間たちの逃げ道を塞ぐ。まったく、我が親愛なるノートン、君のせいでこいつらはみんな死んでしまったじゃないか。まだです、ご覧ください。確かにこのアホの言う通りだ。皮膚地たちは大災害にあったとはいえ個体数が多い。冷却液が土の中に消えていくと、生き残った虫たちが再び巣穴の入り口から湧いて出てきた。実に勇敢な生き物だ。あいつらはまだ希望を捨ててない。まだ。役立たずのクソ野郎であるノートンは大笑いしながら再び冷却管を持ち上げ、洪水をもう一度注いだ。うん、素晴らしいノート。どうやら君はすごく興味深い研究をしているみたいだね。これからもしっかり励むんだよ。
僕はこれで。ごめんください。誰かこのガラクタを黙らせてくれないか。次に訪問すべき天才は誰だい？テイラー博士の研究所はこの付近です。ああ、テイラー博士ね、僕の右腕だよ。もう待ちきれなくなってしまった。早速出発しよう。ご覧ください、私たちが惑星プルショの皮膚地です。やあ、未来の一番星テイラー、今日の調子はどうだ？こんにちは、所長。おや、君の顔色は悪くないね。少なくともあのかわいそうなノートンよりはマシだ。老いぼれノートンはまた虫に冷却液を注いでいるんじゃないですか。私が言うのもなんですが、所長、知恵は徐々に私たちの古き友人から離れていっています。医者に診てもらった方が良いかと。もう少し経過観察しておくよ。彼のことはいい。君の研究の進捗はどんな感じなのかな？これ以上ないほど順調です。実は私たちの故郷惑星プルシャを救える方法を見つけたかもしれません。医者に見てもらうべきなのは君だよ、クズが。おや、本当？それはすごい進歩だね。僕にその画期的な理論を説明してくれる？もちろんです。ですが口頭での説明よりも直接見ていただいた方が良いでしょう。すみませんが、あそこに立ってみてください。そうです、そこです。完璧ですよ。所長、どうかこの弱い真幻獣を退治してみてください。さすが所長です、楽勝でしたね。ではこれなら、これならどうですか？残念、間違いです。残念だよ。でも我が親愛なるテイラー、君の意図は理解できた。はい、所長、一匹の真幻獣ならあなたはすぐに退治できます。ですが目の前に3匹、100匹、1000、1万匹、無数の真幻獣がいたら、まだ正確にあの真幻獣を特定できますか？我が友よ、君の言う通りだ。君は確かにあの老いぼれノートンよりもはるかに聡明だ。我が才能あふれるクズよ、君の脳には悪魔が住み着いているみたいだね。1000万匹、1億万匹、銀河を埋め尽くすほど深淵に二度とプルシャが遮られることがないように。所長、気をつけてください。テイラー博士が疑似生態系システムの何かをいじったみたいです。この数だとピエロだけじゃ厳しいね。しょうがない、特殊な手段を使うしかないか。星。うん、君の研究には大きなリスクが伴っているみたいだよ、テイラー博士。星が全部消えました。そうだね、君も早く消えてくれ。所長、どうやらテイラー博士には休息が必要のようです。彼にまた必要以上の権限を取得されないために後で監視を強めておきます。うんうん。次に一番近いのは、ああもういいよ、このまま直接マーラのところへ行こう。了解です、新しい目的地を設定。はあ、
全部退屈になってしまったよ。この先がマーラ副署長の家です。わかってるよ。こんな小さなところだから、とっくに全部把握してるしね。やあ、僕の右腕兼研究所の未来の星、マーラ。今日の調子はどうだい？僕を無視しないでよ。だるそうにしている猫は、水晶玉みたいな目で僕をきっと睨むと、そのまま喋り出した。その賛美の言葉は、テイラーたちだけに送ってちょうだい。あれ？聞かれちゃった？副署長は、あなたに次ぐ権限を持っています。当然、疑似生態系システム内の監視機器と録音設備も含まれます。ご丁寧にどうも。私がこんな姿になっても、元の地位と待遇を認めてくれるのね。まったく。マーラは僕が一番信頼してる人だよ。君がどんな姿になろうと、僕にとっての君はずーっと変わらない。相変わらず軽いのね。いつも通り気持ち悪いわ。そこまで怒らなくても。一体何の用？このくだらないおかしなシチュエーションコメディに付き合ってほしいのかしら？それとも、お腹を見せて本物の猫みたいににゃーにゃー泣いて撫でられるのを待った方がいいのかしら？少なくとも君はまだ生きている。少なくとも、オアシスはまだプルシャの大地の上空に存在しているよ。そうね。疑似生態系システムの中で、こんなおかしなアバターに入ってるけど、まさか、私たちはあなたに感謝すべきと思ってたりしないわよね。その名前で僕を呼ぶな。その名前で。まさか私たちの意識データをコピーして、またこのデータの檻にアップロードすれば、これまで通りだとでも思ってるわけ？複製品だとしても、私たちはこの星、ひいてはシステム全体の、最も偉大な科学者だったのよ。私たちは動物園の中の猿じゃない。こんな倫理に反した終末の介護なんていらないわ。何よ、痛いところでも疲れたの？もしかしてあなたの心にまだ最後の人間性が残っていて、それがあなたに後ろめたさを与えたのかしら？僕と君はまだ人間だよ、マーラ。私はそう思わないわ。あなたも私ももう人なんかじゃない。どうして僕にそこまできつい態度を取る？君たちはみんな分かってるはずだ。それが僕の選択じゃないってことを。どうして全ての重圧を僕一人の肩に乗せようとするんだ？凡人の体が星の重さに耐えられるとでも？もううんざりだ。君がそこまで今の命を嫌うなら、今すぐ下脱させてあげようか。望むところよ。管理人、了解です。識別認証完了。署長専用権限により、0002番、コードネームマーラの意識収納ユニットを開放。ロック、最終確認開始。当該ユニット内のデータを削除しますか？待って。ん？どうしたの？僕が用意した倫理に反する終末の介護が嫌なんじゃないの？私は。やっぱり誰かの心を知るためには、何を口にするかではなく、どんな行動をするのかを見た方が的確だね。たとえこんな人間ではない生命だとしても、生まれつき生きようとする本能と呪いを背負った僕たちにとって、簡単に諦められることじゃないみたいだ。それじゃあ、さっきの発言を撤回して、僕に謝ってくれる？マーラ。あなたって。まったく。僕が君だったら、絶対にこのタイミングで意地を張ったりしないけどね。それとも、
僕がもう一度ボタンを押すことができないとでも？やめておきなさい。私はあなたに屈しないわ。まさか本気で私がずっとここで日向ぼっこしかしていないとでも思ってたの？警告。疑似生態系システムの管理権限が強制的に改ざんされました。未知のデータによる違法ルートが構築されています。システム内の物理的な変化に備えてください。さすがマーラって言うべきかな。報告です。マーラ副所長が勝手にデータを改ざんしたため、疑似生態系システムの防衛モードがアクティブになりました。通常のログアウトや解除方法は全て制限されています。マーラのやつ徹底的にやってくれたね。この扉は？違法ルートです。マーラ副所長はここから脱出したと推測します。それならちょうどいいね。僕たちもこの道を通れば彼女を捕まえられる。ですがマーラ副所長の罠の可能性もあります。やはり他の、あ、所長。怖くないよ。僕が作ったシステムだから。ここでは誰も僕を傷つけられない。ここは人造植民衛星兼科学研究観察所、オアシス。これは君の口癖だし、僕たちが約20分前にいた現実の場所でもある。もちろん、今君が目にしているのはバーチャルの景色だよ。でも、ここら辺の設備はまだ3回目のアップデート前の仕様でね。だから時間という意味で言うと、ここに再現しているのは少なくとも20年前に観測された景色だよ。ランダムに生成された景色ですか？それともマーラ副所長が意図的にこうしたのですか？さあね、行こう管理人。今からマーラとの最後の鬼ごっこに付き合ってあげるとしよう。彼女の位置を特定して、発見次第いつでも彼女の意識を削除できるようにスタンバイしてね。了解です。親愛なるマーラ、やっぱり少しばかりのサプライズを用意してくれたんだね。気をつけてください、所長。前方にマーラ副所長の反応があります。もうゲームオーバーなんだね、我が友。所長、待ってください。未知のデータが。これはまさに奇跡のような発見だ。あのね、所長なんだからもう少し厳密な科学用語を使ってくれる？今議論してることはプルシャの未来に関わってるのよ。マーラ博士はそんなことを言ってますけど、口の端が上がってますね。喜ばない人なんて、興奮しない人なんていません。科学にその身を捧げた全てのプルシャ人がこの発見に歓喜するでしょう。私たちはついに深淵に対抗する手段を見つけました。ノートン博士、どうしてあなたまで。私たちは深淵に対抗するわけじゃないわ。永遠にその影響から離れるのよ。やっぱりマーラ博士の方が正確ですね。
海の中の無尽蔵のエネルギーがあれば、私たちはどんなことでも実現できます。そうだね。人類は必ず深淵に打ち勝つ。みんな見て、これが26。これはまさか合成型深淵銃です。いや、もっと上位種かもしれません。私たちが未だかつて対峙したことのない。くそ、私たちにはもう半永久的なエネルギーがあるというのに、どうして深淵の蹂躙を防げないんですか。私たちの技術に進展があると同時に、深淵もより強大な使徒を送り込んでくる。ずっとその繰り返しね。所長、このまま座して死を待つわけにはいきません。その通り。深淵が続く限り、僕たちも立ち止まってはいられない。ノートン博士、君の霊式システムが必要だ。今すぐ実用化の準備をして。それは一体。研究所が今使ってる海からエネルギーを誘導する方法では、もう深淵の膨張速度に追いつかなくなってる。だからみんなの、この星にいる全ての生命の意識と接続して、人類の未来を演算し、干渉する必要があるんだ。まさに、以前僕たちが議論した話の通り、全ての生命の祈りで、僕たちの故郷を救うとしよう。ごめんなさい、マーラ。ノートンたちは。もう言わなくていいわ。マーラ。あなたはもう所長じゃない。私がここを接収して、今すぐ霊式システムの動作を中止するわ。それはもうできないよ。あれが、深淵がすでに霊式のメイン制御システムの権限を奪ったんだ。僕たちが甘かった。まさか、深淵がこのデータ空間を見つけて侵入してくるなんて思わなかったから。もし事前に対策を立てていたら。いや、もういい。もしもの話に意味なんてない。結局のところ、僕たちは深淵に投稿する資格すらなかったんだ。ノートもきっとびっくりするよ。自分たちが生きているうちに目にする初めてのデータ生命体が、まさか僕らの敵だなんてね。おかしい話だよ。あなた、こんな状況でもまだ笑えるの？じゃあどうしろって言うんだ？何ができるって言うんだ？できることはもう全部やった。全資源をつぎ込んだ。全ての心血を、全ての知恵をつぎ込んだんだ。でも僕らの全て、文明丸ごとの勇気と知恵は、深淵の前では全く歯が立たなかった。教えてよ、マーラ。どうすれば深淵から生き延びることができるんだ？そんな方法があるのなら、どんな代価でも惜しくない。なら教えるわ、ブルシャを。放棄して宇宙に行って新しい星を探せばいいの。ダメだ。僕たちが逃げたら、これまでの努力も犠牲も、惑星でまだ生き残ってるわずかな人たちと共に灰になって消えてしまう。でもそれで生き残れる人がいるわ。あなたが欲しかった答えはそれよね。いや、違う。僕らはまだ深淵に負けてない。霊式システムの稼働率のロックを完全解除すれば、深淵から生まれたデータ生命体だとしても逃げられやしない。でもそんなレベルの誘導を受けてしまうと、一体海からどれほどの力が湧き出てくると思ってるの？私たちではそれを制御できないのよ。そう、だからこそだよ。海は深淵が唯一制御できないものだ。狂ってるわ。星の運命で博打をするつもり？ああ、最高じゃないか。人類はもう引き返せないほどの賭けをしてしまったと、そう思わないかい？
マーラ副所長の居場所の追跡が完了しました。まもなくルートが開きます。よし、気を取り直してマーラを捕まえに行こう。所長、マーラ副所長が再度同じ手口で脱走しないよう疑似生態系システムを一時停止します。許可をいただけますか？またこのクソったれな星の本当の顔が拝めるってことだね。システム一時停止、許可。了解です。疑似生態系システム休眠。バーチャル警官解除。やあマーラ、鬼ごっこはこれで終わりかな？教えて。あの日、あなたがこの星の唯一の生き残りだと意識したとき、どんなことを考えたの？あれはもう何年も前のことだからね。どうだったかな。確か目を覚ました後は、行けるところをすべて走り回ったよ。研究所、シェルター、都市の廃墟、死の野原。かなり長い時間をかけたけど、生きてる人、生きてるものは何一つ見つからなかった。最後は狂ったように走って、今君が立ってる場所まで来た。そこでどれぐらいかはもう覚えてないけど、泣いて、笑ったよ。最終的に僕はまた研究所に戻って、霊式システムの前でぼーっとしてた。君と他の人、事前に取ってあった人類の意識のバックアップはどれも消えていなかった。さらに妙なことに、深淵の影響が本当に消えたんだ。綺麗さっぱりにね。その後のことはもう想像がつくよね。深淵の脅威がないと確認してから、あなたは疑似生態系システムをより完璧なものにして、そのバックアップたちをアップロードしたのね。その通り。これはもともと僕たちの予備プランの一つだったからね。ほら、あと少しで精神崩壊するところだったのに、僕はちゃんと自分の使命を全うしたんだよ。あなたが精神崩壊と何らかの縁があるようには全く思えないわ。時間だよ。時間が全てを解決する。この言葉は古臭いけど、本当に経験した人ならわかるさ。それがどれほどの名言だってことをね。今の僕にとって、過去のすべてはただの悪夢にしか思えないんだ。目が覚めると動悸はするけど、胸が張り裂けそうなほどのものでもない。プルシャの自転方向ですら変わったっていうのに、あなたは本当に少しも変わってないのね。精神的な僕のこと？それとも物理的な僕のこと？どっちだと思う？この死の星の地表には酸素なんて少しもないわ。それなら物理的な意味だね。確かに津波の後、僕は年を取り続けたけど、外見は変わらなかった。それだけではなくて、僕に新しい力も発現したんだ。我が親愛なるマーラ、君は気にならないのかい？どうして深淵が膨大なエネルギーを制御できると思う？どうして一人ぼっちの科学者が、ほとんどの施設設備と資料が破壊された状態で、目の前の全てを修復して建造できたと思う？あなた。深淵は神秘的なものではないよ。深淵は、ただ複雑すぎるだけ。それだけだ。霊式の最大稼働率の運行のおかげで、津波の瞬間、海が僕の祈りに応えてくれた。あ、こんな風に話すと僕が自己中心的すぎるかも。だって深淵と違って、海は本当の意味で誰かに応えることはないからね。僕はただ誰よりも不運な強運者だよ。でもマーラ、僕たちは約束を守ったんだ。代価としてほぼ全てを差し出したけど、人類は深淵に打ち勝ったんだ。ほら、
津波からもう何年も経ったのに深淵は一度も戻ることがなかったよ。これは本当に勝ったと言えるの？私たちはみんな死んで、あなただけが生き延びた。どうして？本当のことが聞きたい？僕がラッキーだったからだよ。君が本当のことを望んだんだ。もしかしてあの時逃げることを選んでたら、生き延びていたのは君だったかもしれない。でもそうすると今の君、そのデータ生命体はおそらく何者でもなくなってただろうね。だから君もラッキーな人だよ。おいで、僕と一緒に戻ればこれまで通りに日向ぼっこする日々が送れるよ。僕たちはみんな果てしなく不運な強運者だからさ。だって最終構築が完成するまで霊式の中にはたくさんの余り物があるから、君の器として使えるしね。猫に飽きたら皮膚地になるのも悪くないかもしれないよ。安心して、君が逃げなければデータを削除することはないから。覚えてる？僕の本業は医者だよ。医者は自分の患者を殺したりしないでしょ。ここにいます。おはようございます、所長。今回の瞑想はどれぐらい続いた？おおよそ15年です。うん、短めの休憩だったね。最終構築は完成しましたか？もちろんだよ。船出の時だね。でもその前に、研究所の方は今どういう状況？瞑想期間中にトータルで217回ほど深淵獣が侵入してくる緊急事態が発生しました。しかし、いずれも所長が残した保険によって無事解決しました。いいね。どうやら僕の清掃要員は仕事熱心みたいだ。はい。この防衛ユニットはマーラ副所長、0002番データ意識の残存ニューラルネットワークを搭載していますから、計算能力も武器の運用能力も飛躍的に上昇しています。ほらね、普段とっつきにくいマーラでも彼女なりの長所がある。少し懐かしくなってきた。それじゃあ今から格納庫へ行こう。頑張れピエロ0002。到着しました。これが希望が満ちていくっていう感覚なんだね。プルシャの僕の未来だ。
深淵が戻ってくる前に僕は深海へ潜って本物の文明を作る。永遠を超えたければ永遠になる必要があるからね。最終構築の産物、ワープ装置、スタージャンパー、君が僕と他の全てを乗せて海の深部、星の彼岸へ向かうんだ。その時、僕は全ての枷から解放され、絶対なる自由と無限の可能性を得る。太陽系の第二惑星、その火種は消えたりしない。宇宙のどこかで再び芽生え、僕を根とし、深淵にたどり着くその時まで、星と海の旋回の中で不動の存在となる。ああ、それが僕たちの律者なんだね。長い歳月の沈殿を経て、僕たちはもう深淵、君たちの言い方だと終焉の眉に劣らないレベルまで来た。すごく気になるんだけど、君みたいな存在はゼーレの星にはたくさんいたの？何しろ君たちの仲間の中には間違いなく四季の律者という人がいるからね。ビタさん、ゼーレ、答えなくてもいいのよ。でも私たちが言わなくても、彼女なら独身で私たちの考えを読み取れるよね。あ、その期待には応えられないかも。君は僕たちが作った規則にのっとって僕たちの身体から権能を作ったんだ。僕はその力について何も知らないから、当然独身もできないよ。あれ？ビタさん、やっぱり嘘つきですね。おや？たとえ四季の律者さんでも、あなたに心を覗かれることを防げませんから。私は、あなたの、つまり、あなたが私の心を読めないとしたら、他に理由があるはずです。さっきあなたがした、悪いことのせいかもしれません。ああ。つまり、シュレーディンガー博士が言ってた規則が、どんなものだったとしても、世界を滅ぼせるほどの爆弾を作るには、莫大なエネルギーが必要ですよね。でも、ビタさん、いえ、社と呼ぶべきですね。少し前に、あなたはこの世界の規則の下にある爆弾を爆発させました。正確には、神官を、ですよね。今回の蘇生を経験して、君はもっと鋭くなったみたいだね。確かに、あの剣のせいで僕は力を大量に消費したよ。それで、君たちはこんな僕に何かをしようとしてるのかい？聞くまでもないでしょ。シャ、あなたが、この世界の泡を消滅の危機にさらした元凶です。うん。でもそれは仕方のないことだ。あなたのせいで、キラ先輩たち、そして、二つの世界の人たち、みんなが大事な命を落としました。そうみたいだね。あなた、ピタさん、私たちはあなたのことを、友達、仲間だと思ってました。僕もだよ。君たちと一緒に過ごした時間は、本当に楽しかった。黙りなさい！まだ騙そうとしてるの？はぁ、精霊さんたち、僕は嘘をついていないよ。だって、それは僕が誰かの命を奪うことと、君たちが僕に復讐することに影響を与えないからね。いいえ、私たちにとって、大事なことは復讐なんかじゃありません。ここで、あなたを阻止します。漁師の海で、これ以上悲劇が生まれないように。そうしないと、
みんなの犠牲が無駄になってしまいます。おや、さすがは僕らの良き隣人、第三惑星の人類だね。どうやら君たちはもうシャの本当の願いを知ってしまったようだ。難しい話じゃありません。あなたは世界の泡に特定の規則を押し付けて、それが漁師の海からエネルギーを吸収して膨張し、最後は滅びの運命をたどるように仕向けました。そうすれば世界の泡が滅びる瞬間に、長年漁師の海で蓄積したエネルギーが全てシャのところ、つまりあなたに集まってくるから。うん、セントソルトスノーで規則そのものを一番直感的に体現しているのが砂鉄の国です。霊落の星の鉱石と同じように不合理なのに実際に存在しているんです。一方であなたは自身から生まれた律者を見たことがないみたいなので、終焉の眉の模倣の成果はおそらく全部この規則に必要なエネルギーの収集に使ったはずです。あなたと終焉の眉が本当に似てるところは、漁師の海の中で、少なくともあなたが滑る空間の中で規則にのっとった秩序を創造しようとしたところです。あなたはそんな悪い神様です。そして食事後の今こそが一番弱ってるタイミングですね。何を笑ってるの？ああ、何でもない。僕はただ推測だけでシャに関する結論をここまで導き出した君たちに感心しているだけだよ。しかも大体は正しくて、ほんの少しだけ間違えてるんだ。どうやら君は僕の想像以上に侮れない人のようだね、ゼーレ。彼女はそんなんじゃないわ。ゼーレは当然世界で一番すごい子よ。でもあなたみたいな奴に褒められる筋合いはないわ。私たちがあなたの仮面を剥がせたのは、みんなが全力で頑張ったおかげ。ゼーレ、スーサナ、キラ、プロメテウス、医師博士、そしてあの女と子供っぽい律者、私たち全員の力と大きな犠牲を払ってようやくあなたをとっ捕まえたのよ。ゼーレの記憶まで消して、でも彼女は私を見つけてくれました。私をここに立たせてくれました。今こそ全ての因縁を清算する時です。おお、それが律者の気迫。悪くないね。ごちゃごちゃうるさい。今すぐあの世へ送ってあげるわ。ゼーレ待って。ねえゼーレ聞いて、それ本当なの？うん、信じてゼーレ。こんなチャンスは二度とないはずだから。でも一人でも平気なの？うん、任せて。あなたもさっきは一人だけでなんとかできたよね。わかったわ。ん？何のひそひそ話だい？お姉さんちょっと羨ましいな。ゼーレ、私の代わりにあいつをボコボコにしてちょうだい。できればあの嫌な顔をぐちゃぐちゃにしてほしいわ。わかったよ。また後でね、ゼーレ。あれ？彼女はどこに行くんだい？それは、あなたが心配することじゃありません、シャ。これは、あなたと私の戦いです。でもその前に一言だけ聞かせてください。待った。僕はこの世界の泡を諦めるつもりはないよ。今後も海の力の収集をやめない。これがシャのあり方だよ。根っこが複雑に絡み合い、永遠に成長し続け、永遠に倒れない。それじゃあ始めましょう、シャ。ああ、始めよう、ゼーレ。でも、これまで一緒に冒険してきた仲として、先に忠告だけしておくよ。不完全な状態の僕でも、
律者を殺すには十分だよ。これは。それじゃあ、ゲームスタート。できちゃうんだね、ゼーレ。それなら僕を捕まえてごらん。おや、まさか当たるなんてね。どうしたの？これが律者の全力？ここで交差する。無駄だよ、ゼーレ。君は結局規則の束縛を打ち破れない。私の剣能はすでに彼女の力を削ってる。
このまま攻め続ければ。よく命の枝。おや。あと少しだよ。来て。命の枝。ここで交差する。から得た権能なんだね。でもここの全ては僕の領域だよ。規則は僕の全ての願いに応えてくれる。さよなら律者。どうやら君を見くびってたみたいだね。このように朝日に消えて。それなら続けよう。今回はもっと真面目にやるよ。なるほどね。海の中でもこんなに強靭な花が咲くのか。それなら僕も目の波を打て相応の礼儀を持って対応させてもらうよ。シャ、ここの命たちをあなたの規則から解放します。相当自信がついたみたいだね、リツシャ。でも、君は本当に規則の全容を把握できたのかい？願いが芽生えるところは天地が逆転する。これがシャの意志だ。海の魂よ、命の旋律を聞いて。
チビたちも君の権能の現れなのか。でも今はもう僕のものだよ。全知の羽は空を覆う。クローラ、ティアナ、みんなの力を取り戻さないと。止まらない。力が戻ってきた。魂の本流、止まらない。社のエネルギーが集まってる。気をつけないと。失敗は許されない。立って立って、目の前の律者を殺せ。律者を殺す。権限神聖。ビタさん、まだ続けるんですか？今のあなたなら私の権能を理解してるはずです。もし諦めてくれないなら、私はずっとあなたと戦い続けます。確かにね。君のその力は、創生の世界の泡という特殊な環境で誕生した、二つの相反する特性を持つものだ。いや、というより、君個人の経験がそれを必然としていたのかな？創生と朝礼、君にぴったりの能力だね。できることなら、私は誰が相手でも、二つ目の権能を使いたくないんです。なるほど。
あの時彼女が一人で僕と対峙することを決めたのは、道理で彼女の態度が微妙に変わったわけだ。ここまで超人的な力を手に入れても、君は相変わらずみんなに優しいんだね。律者を殺せ。ビタさん。平気です。バルキリーですし、こんな温度は慣れて。